敵のヘリは軍が兵員輸送に使用している強襲輸送ヘリだ。このヘリと対空砲が自治区上空を睨んでいる限り、軍は増援を出すことができん。少佐と馬頭は速やかにこれを制圧。カーゴベイの中に搭載可能な兵器は？アームスーツなら4体まで積み込める。以前うちが狙撃システムの実験で使用したものにはあれだけのスペックはなかったはずだが。外部からの制圧は？内部からの優先接続以外無理だな。乗り込むしかないな。困ったもの持ち出してきたわね。あいつが頭の上で頑張ってる限り地下工場には潜りようがねえぞ。私がおとりになる。少佐が？入り口の周りにいいものがある。対空砲か。私があのヘリを引きつける。バト、その間に対空砲への侵入コードを手に入れて。わかった。侵入コードを手に入れたら連絡する。少佐、信じてもいいよな。信じる？いや、なんでもねえ。行くぜ。オッケー。マイクロマシン米の主な納品先が判明しました。新居浜の高級料亭クレタ系、それと議事堂の議員食堂の2カ所で過去3年にわたり納品されています。政治家連中の腹を満たすんだ。相当うまい米なんだろうよ。マイクロマシン前から細胞自殺プログラムのウイルスコードを確認しました。あの米はウイルスが仕込まれた汚染米です。ワクチンは？検証を含めて30時間は必要です。ウイルスのソースコードがあったとしても16時間はかかります。潜在的な人質を握られている。農水省で新しい脅迫メールが確認された。奴らの要求は、国が東北自治区を独立国家として認知し、マイクロマシン米の権利を自治区に帰属させることにある。期限は24時間。要求が受け入れられない場合、汚染米を摂取した人間の細胞自殺プログラムが発動することになる。調査、20時間以内の汚染米の構造記録をできるだけ多く集めて、あとはこちらで何とかする。わかった。手持ちの情報には地下施設に関する詳細がない。あのヘリなら地下施設の情報を持っているはずだ。調査、全ての紙は東北自治区の地下施設にある。了解。
Thank you.
情報が抜き終わってない。急げ。レベル5の障壁を突破、ダウンロードする。安く名前呼ばないでくれない？心配させやがって。そんなことよりてめえの命を大事にしろよ。今度からそうするわ。本番はこれからよ。